はい、どうも、ギタです。お久しぶりございます。いやー、やっぱりね、忙しいっすね、この時期になると。いやー、だから まず、単刀直に言わせていただきますと、誠に遅れて申し訳ございませんって言った方がよろしいのですかね。本当にね、これね、作んのにはね、本当ね、さっきちょろちょろってやったくらいなんですよ。まあ、その前にもね、ちょいちょい作ってたんで、まあ、一週間程度だったのかな、制作期間としては。でも、ちょっとね、やっぱりね、年末年始はやはり、飲み会やら、まあ、お付き合いですね。お付き合いやら、実家に帰省やら、で、また、今月末にはテストやら控えてまして、しかも今、撮影日が、何日だ ?1 月の12日土曜日ですね。おそらく、俺が頑張っていれば、翌日の13日に上がってると思いますが、明日私、成人式を、はい。成人式がありまして、多分、予定通りであれば、もう、成人式を終えているはずですね。私、お昼にね、成人式の、部が入ってるので、そうですね。どうでしょうかね。お酒でも飲んでんでしょうかね。その頃私は。はい。皆さんも、年齢層がおそらく高めの人もいると思うので、そちらの方はどういう成人式だったのか、ちょっと楽しみですね。僕のところはあんまり、そういうなんかね、問題になるような、問題になるようなことは起きないと思いますけどね。でもそういう格好する人は結構毎年いるらしいですよね、やっぱり。で、あと、残念なことに、私の同級生が、先日、逮捕されたという、ちょっと、訃報も入ってるので、ちょっとね、楽しみです。はい。そんな話はどうでもいい。こういう A9 をね、撮ってる時って私台本も何もないんでね、どういう風に進行していけばわかんないんですけど、まあ、とりあえずね、私のこの動画はね、しばらくはずーっとね、作ったものの、作ったやつ、制作したものの、ご報告会という風になっておりますので、完成する日が本当に待ち遠しいですね。いつになるんだろうね。でも、なんやかんや言って、もうここの地区はもう、ほぼ完成しましたね。ここは。結構なかなかの、完成度かなと、個人的には思っております。ちゃんとね、現実的に仕上がってるかなという、仕上がってはないんですけど、まあ、それなりにはできてると、はい、自負しておりますので。まずこちらですね。何駅だった?沖ヶ浜。そうですね。もうほんと久しぶりなんでね。沖ヶ浜の周辺ですが、まずは一番発展しているこちら側行きましょう。まずこれはちょっとね、建築途中って感じでね、ちょっと、リアリティを出しておりまして、こっちはね、なんでこんなに発展してんのかっていうと、ここにスタジアムを設けました、野球のね。やっぱり、なんだろう、イメージとしては、やっぱこの海岸側っていうことなんで、千葉マリンスタジアムですね。はい、千葉ロッテの本拠地である。そちらをちょっと、参考にしたような形で、はい、もうほんと千葉マリンだとほんと周りに何もないからね。それはまだ全然ちょっと違うけど、まあ、それをちょっと雰囲気づけた。で、近くにはちょっと2軍のね、球場。これは私がね、ひいきにしてる西武ライオンズのね、埼玉西武ライオンズのイメージを。だから千葉マリンスタジアムと、メットライフドームだね、今、メラドのちょっと融合した感じですかね。そう、二軍の球場の周りって結構田舎なんですよね。本当に、ソフトバンクのね、ところもね、見ていただけばわかりますかね。畑に囲まれてるからね、確か。確かそうだったよね。オリックスのね、二軍球場もそうなんですよ。ね。まぁ、ちょっとそれをイメージした感じでね。まぁ、だから、イメージとしてはこちらの駅から歩いていただいて、まぁ、ちょっとこれは、だからそう、東京ドームの方もイメージしたな。三つイメージしてんな。ね。ちょっといろいろと混ざってんの、俺。今すんごい記憶が蘇ってきてる。夜中にやってたからね。いろんなのが混ざってんだろうね。いろいろと疲れてるから。で、まあこうやって歩いてって、で、まあ東京ドームみたいにさ、あそこの、はい。とこ来て、こんな感じ。で、
まあちょっと公園設けていて、まあここちょろちょろ住宅も混ざってて、でもここもビル。あ、そうそう、あれだよ。全然それ系の動画出してなかったけどさ、このビッグカメラ、そう、これアップデート来てたんだよね、確か。これヨドバシカメラとか。確かなんか、僕はその頃でやってなかったんで、あれなんですけど、なんかコラボをしてたみたいですね。それが、今回、アップデートで、はい、追加されたみたいで、ね、いっぱい入りましたよね。ね、あ、これちょくちょく多分どっかに、映ると思うので、はい。あ、これこういう系は、最初こっちに入れたね。入れてたね。紹介してたっけな。記憶が曖昧なんだよね。こうやってソフトマップとかね、ところどころ入れてるところ入れてるんで、はい。まあそこら辺ももし完成した時に、まあ、おそらく見えると思うので、ちょくちょく。そういうところは、ぜひ、着目していただきたいと思います。まあこれもそうだね。これはあれだ。なんだっけ、電話局のやつだね。確か。そうだね。で、これがテレビ局でしょ？で、ここなんとなく釣り堀を置いていて、みたいな。うまくここ境界線を敷いている感じですね。うん。結構ね、街ってね、シンプルでね、ちゃんと区切りがしっかりしてんだよね。もうこっから先はもう全然田舎みたいな感じね。うん。よーく見ていただけばね、そうだから、Google マップでね、見ていただけばわかると思いますが、本当にはっきり分かれてるとこ分かれてんだよね。でもここになんとなく置いて、みたいな。ま、ちょっと盛り上げたね。うん、盛り上げました。やっぱり日本の地形はやっぱりちょっと複雑なんでね。うん、モリモリしてるとかモリモリしてんで、うん。こっち何口だ？北口、南口か。そう、なんか比較的南口ってね、栄えてないイメージがあるんだよね、俺の中では。でしょ？まあそれ地域によって違うと思うけど、こっちは、まあそうだね、庶民に優しい感じだね。いきなり目の前にデパートがあって、みたいな。まあでっかい駐車場があって、大学病院、消防署みたいな。あ、これ消防署だね。で、ここに警察署があって、みたいな感じだね。公共施設をちょっと多めに入れてみました。で、こちらすぐ海岸があるので、まあレストランとか、まあこういうね、小売店がいっぱい、並べておきました。で、まあ並木道的な感じ、ファーってやって、で、まあこっからもう、本当住宅街突入ですね、みたいな。で、ところどころに雑居ビルとかも、入れていて、まあちょっと、リアリティを出しました。で、ここ並木道に入って、で、抜けると、こんな感じでもう、ほんと、どこにでもあるような風景が、ありふれた風景が、あります。まあ、ちゃんとね、しっかりこういう主要なね、道路は、大通りか、大通りは、ちゃんとこういうね、店とかもね、置いていますね。はい。で、こっちに入りますと、工業地帯っていうか、まあ、ちょっとした工場を置いてあって、まあ、そうですね。よくあるやつですね。うん。あんまり僕のやつはね、あんまり面白みがない。あれ、なんですね。あー、そっか。あれだ、時間ちょっと進めたから、あ、置かれてんか。後で取り除こう。後で取り除こうって何なんだ。そう、まだ全然トラックとかも走らせてないんでね。うん、こっちもバスも走らせてないか。うん、そこら辺は、まあ、来月できるかな。まあ来月に入ると、そうだね、今月末は一応テストが終わったら、もう私は春休みに、突入いたしますので。って言ってもね、まだね、去年から話してるけど、教習所がまだ終わってないんでね、私第2段階でね、そう、路上を今やってるんで、あ、この話してなかったっけ？さ、僕ね、路上でね、ガスタンクがね、あるという。そう、ガスタンクはね、割とね、少ないんだよね。Google マップってさっき言ってたけど、Google Earth だね。Google Earth でね、ガスタンクって調べたらね、あんまりね、ないんだね。なんかね、ちょっと軽く調べた程度で多分間違ってると思うんですけど、まあ当てたら当てたらいいんですけど、この1個あたり、これガスタンク1個、1機っていうのかな？ 1 機。1機あたり、30万世帯分の、ガスを貯められるらしいんですよ。すごいですよね。なんかこれだけ、3つだけで90万世帯だから多分、このマップ全体多分、ガス貯められると思いますよ。うん。すごいね、ガスタンクって。調べるといろんな知識が増えていくね。意外に勉強になるよ、この
A9 を実況というかしてると調べもしてるとね、なんか意外と勉強になる、雑学ばっかり増えてく。うん、皆さんもそういう知識がちょっと増えちゃったかな。はい。でまあこんな感じで、まあちょろちょろってありまして、でここに来たら、いつもの風景みたいな。まあここちょっと足しましたよね、さすがに。ここまでねちゃんとボアで、作りまして、で、ここにまあ保線車両をちょっと入れて、まあここさすがに入れられないんだけど、まあちょっと雰囲気としてね、雰囲気作りとして、入れました。でまあここはちょっとね入れて、そうだね、そこまで変わってはないね。まあ触りとしてはこんな感じですかね。長いなこんな感じですね。今どんぐらいの時間経ってんだろうね。まあ、とりあえず、編集でいろいろとカットされてると思うので、パパッといきますが、じゃあちょっとね、どんな感じの風景か、ちょっと試しに見学用としてちょっと走らせてみましょう。それでは、2000系を、ちょっと走らせてみようかなって思います。よいしょ、行きましょう。おー、いいですね。さあさあさあ、ここでここ消さなきゃ。まあまあ全然見えないな、全然見えないな。もうちょっと先からでよかったね。マンションが見えつつありまして、まあ、あこれ酔っちゃうかな。おーな、こんな感じですね。はい、こんな感じの眺めですね。さあここで入ってきますわ。観覧車が勢いよく回っております。はい、これ大丈夫だね、速度1倍だよね。うん、よいしょ。で、駅構内に入りました。まあ、ここら辺はカットしましょう。さあ出発しました。さあ抜けるとすぐにもう住宅街みたいな、あー行ってらっしゃいって感じで、なりまして、ここで、左に曲がっていきます。さあその曲がった先、まず最初に見える鉄塔ですね、高えな。でまあ富士山も見えます。で、まあちょっとねもうのどかな風景が広がっておりますね。で、ここで下に下がっていきます。さあ、左手に見えるのはこのビル群ですね。なんかこの狭いところだとなんかこの三角形のね、ビルがうまくはまったのでなんかちょっと使ってみました。で、右手にね、懐かしいですね、車庫がありまして、左手はもうそうだね、住宅街だね。で、このまま着くっていう感じですね。うん、まあ、ちょっと前まではねここにねいっぱい車両がね入ってたんですけど、まああのダイヤとかねまた設定し直さなきゃいけないってことで、いろいろとね、排除させていただきましたという感じで、本当ならねここら辺で多分どうなのかな、ここで折り返さないで多分このまま走らせんのかな、どうだろうね、わかんないわかんない、まだ決まってないんですけどね。続きまして、こちらね、高い方からね、高架の方から、行きましょう。よいしょ。まあ、ここからだとね、まだね、こっちはね、やってないですけど、開発。まあ、こっちはね、全然栄えてるんで、やっていきましょう。あー、なんでこうやっちゃうんだろうね。いちいち、こうやってカットしなきゃいけないんだよな。めんどくせえな。さあ、こうやって出発しました。左手何にもありませんが、右手だけ、右側だけ見ていきましょう。そうですね。ガスタンクが遠く見えるのはすごいね、目立つね。観覧車も目立つね。あそこにビル群が見えますね。で、左手ね、のどかな風景が広がっております。奥の方にはビル群が、栄えてますね。で、下の方にはね、工場がありますね。工場だっけ？違うな。違うな。で、わー、スタジアムが見えますね。いいね。あー、いいね。リアルだわ。あー、下がってく。はい、10メートルですね。で、ここからちょっとね、合流ですね。で、なんもないな。田んぼすげえな。あー、遠のいてく。あー、遠のいてく。ってな感じで、まあ、こっちに入っていくわけなんですよね。でも川も挟んでるけど、結構リアルだね。やっぱ川入れるといいね。全然違うね。待って、今のポイントだけやり直す？今のポイントだけちょっとやり直す？さあ、わざわざ川を見るためだけに、やり直すという。そうだね。あ、やっぱ違うね。川入れるだけで全然違うね。本当に。なんか、そうだね。リアリティが増すね。うん。あー、いいね、この感じが。はい。
そんだけだよ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあそうですね、特に、あんまり進展もなくて感じですが、まあとりあえずね、ね、前回言った通りにね、一応ね言ったことは、守りました。で、今後なんですけどね、毎回今後の話をしているような感じなんですけど、やっぱりね、もう、私も、3年生になるということで、就活も控えております。で、まあ、テストもね、もう2週間後には、あるということで、まあ、もうそろそろちょっと、こういうのは控えなきゃいけないんですけど、ね、だから文武両道、ね、勉強と両立するのはちょっとなかなか難しいなっていうところはあるんでね。まあ、とりあえず YouTube はとりあえずこちらのね、ゲームチャンネルは、まあ、趣味という形で、やらせていただいておりますので、まあ、ね、更新が途絶えたとしても、あ、ちょっと忙しいんだなっていうふうに思っていただければと思います。こんなね、そこまでね、大したね、人じゃないのにね、こんななんか、心配をかけさせるようなことしてしまってね、すみませんがね何を言ってるんだ俺は。とりあえずね、辞めることは、ないので、今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。で、次回なんですけど、次回はどうしましょうかね。あ、日が暮れちゃった。次回はどうしましょうかね。で、そろそろね、列車も走らせていきたいところなんですが、そのためにはね、どうしましょうかね。だからね、僕思ったんですよね。月一投稿ってちょっとなかなか厳しいなっていう。うん。やっぱりね、そこまで決めちゃうと、こういうなんか焦りがね、出ちゃうんで、まあ、言っちゃえば、私ね、1月の24日ですね、に、木曜日か、に、このチャンネル、初投稿からね、1周年を、お迎えいたしますので、多分そちらの方でね、またご連絡させていただくと思いますけど、多分趣味感覚でね、やっていこうかなっていう感じでね、思ってますので、まあ、全然僕がね、ここまでね、別にこの YouTube 活動にそこまで本気でやってるわけじゃないので、あくまで趣味としてね、やっていきたいと思いますので、まあね、僕はね、そこらのね、大物 YouTuber じゃないですし、全然、YouTube でね、飯食ってるだけじゃないので、そこまでね、命を懸けることではないと思っているので、うん、まあ、そういう風になる時があるかもしれないんですが、まあ一応今のところはね、単なる気休め程度でね、やってるだけなので、まあ、おそらく、完成次第、投稿するという形に、なっていくと思います。私の、こちらのチャンネルの動画スタイルといたしました。まあですので、まあ、いつ来るかなっていうのを、まあ、楽しみにしていただければいいなと思います。はい。そうですね。そんぐらいですね。まあ、伝えたいことは、そのぐらいなのでね、今回はこれだけにいたしましょう。まあ、次回は、どうしましょう。ここら辺結構広いスペースなんで、でもここら辺はね、あまりね、列車がね、通る場所じゃないんで、そうですね。まあ、一応ここら辺は、適当に、ここも含めてね、ガチャは、ここら辺もね、含めて、バーってここら辺多分適当にやっていくと思います。ここら辺ちょっと山もあるんでね。山、まあ、バーってやっちゃって、そうですね。ここら辺の方もやって、どうしましょうかね。そうすると結構完成までね、時間がかかっちゃうな。ここまでだね。うん、ここまで。ここの駅までだね。うん、何駅だ？決まってないんか。決まってないな。まあ、とりあえずここの駅まで、ここバーってね。ここ、ファーって、やっていきたいと思います。で、その後は、多分ここら辺まで行くので、多分ここら辺まで行くと、ここのね、なんだっけ。ここのね、路線がね、多分、短い路線がね、つながると思うので、多分、こっちの方の、車窓とか、久しぶりに、列車が走ってるところが見られると思います。あ、もう、とくのとにここは走ってんだけどね。ここは走ってんだけど、今見れてるけどね。これだけなの今走ったの。これとモノレールだけ。はい、という感じでね、終わりにさせていただきました。この綺麗なね、ガスタンクと、あと奥に見える富士山と、一緒に、
最後にさせていただきたいと思います。まあ次回、いつになるかわかりませんが、改めましてごひいきによろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。アスタルエゴ。